ゼファーゼファーにしたら引こない。いやこれ低すぎやろ。え、あっち側は言うたら純正？純正よりちょっと高い。ちょっと高い。はい、ちょっと高いやんな。はい、こっち見て、なんかおかしいもんな。やばないこれ。これゼファー？ゼファーです。いや僕もゼファー乗ってたけど、こんなに下がってんの見たことないで。フェンダーなくなってますインナーがもう。お前フェンダーこれ当たってん。当たります。これ当たる？それ当たるわこれ。すごい荷台やな。豊かチャンネルの豊かです。今回はですね、以前も紹介させていただいたゼファーなんですけども、めちゃめちゃ仕様変更されてまして、ちょっとねオーナーさんとね紹介の方していきたいと思ってます。めちゃめちゃ変わったよね。変わりましたね。変わりすぎやで。色のバランスがね難しかったんですけど、これあの前タンクもあれやったよね、色も色茶色でしたね。茶色やったのにこれタンク白に塗っちゃった。白ですね。パールホワイト。パールホワイトで、これラインの方をキャンディーで。これ塗装なん？これ塗装です。すごいな。へえ。缶スプレーで頑張りました。でゼファーやのにこれ FX のタンクになってるんやね。ドレミの FX タンク一式一式変えちゃった。はい、すごいな。これまたビートってこれ主張しすぎやろこれ。すごい。これすごい、もう絞ってるね。絞ってますだいぶ。へえ。お気に入りのポイントは？お気に入りはやっぱりバフかけてるんで、はい、光ってるところ全体ですね。そうっすよね。全体的にこの綺麗な、お分かりますかね、めちゃめちゃ綺麗にね塗装の方されてて、でビートのカバーやね。はい、でこれが珍しいよね、このエンジンハンガーというかアクティブのサブフレームが。これめちゃめちゃ珍しいよね。珍しいです。でこのビートのカバーで、なおかつそのこれやね、これエンジンガード。エンジンガード、エンジンガードはこれどこの？これはフリキやったはずです。へえ。でクリアのウインカー、はい、でマーシャルやの、マーシャルのみんな黄色にするのにこれあえてクリアで、 あえてクリアで、はい。これホイールも塗っちゃったの？ホイールも塗ってます。すごいな。でこれステダンも変えて、はい、でこれアクティブのオイルクーラー？そうです。前こんなん入ってたっけ？前は多分入ってなかったと思う、ね。すごい綺麗にしてきたね。マフラーはこれどこの？マフラーはこれニコイチで作ったやつなんですけど。え、ニコイチなんこれ？はい。どことどこのやつ？これはちょっと秘密で。秘密で。はい。でもめちゃめちゃ綺麗に作ってるね。もうステッカーがエグいな。もう熱で。熱で。はい。壊しやって。うわ、キャブの方も変えられてるんやねこれ。そうですね。トップのカバーは。すごいな。ドレミの FX 仕様っていうのがいいよね。すごいスタイリッシュな。ゼファーに見えへんもんね。そうですね。やっぱどこ行ってもゼファーって言われないんで。ねえ。めちゃめちゃ綺麗に作ってるよね、これ。全体的に見ても。すごいな。お気に入りのポイントは？お気に入りはやっぱりタンクのラインを自分でやって綺麗に出す。このラインやね。このラインがすごい。ありそうでないもんね。そうですね。今日はねたまたまねバイク神社でね、はい、遭遇して声かけていただいて、あ、それバックステップ入ってもんね。そうなんです。お前バックステップも入ってるわ。すごいな。これ顔をつらんようにするから、あのちょっとまた上がってみてよ。あ、こんな感じになるんやね。すごいな、バックステップ。これでも純正よりちょっと車高が高い。高いですね。何センチぐらい？3センチぐらい。すごいね、かっこいい車両ですね。また今後ともねちょっとねお付き合いの方よろしくお願いします。ありがとうございます。友達のね、あの同じチームのゼファーになるんですけども、チーム名何でしたっけ？はノスタルジック。ノスタルジック、はい、またこれ低い。ありがとうございます。
低いし、これこれマーシャルの。あ、そうですね、これ珍しいよね。そうですか。まあそうですね、昔と昔前は結構あったんですけど、最近はちょっと減ってきてるかな。へー。で、ヘッドライトの方を、これレンズをちょっとブラック。あ、そうです。まあスモークレンズで。へー、めちゃめちゃ低い。これアンダーカールがめちゃめちゃおしゃれやんね。あー、ありがとうございます。これはもうあのあれなんですよ、汎用品を切って貼ってして無理やりつけてるんですよ。おー。だ、4000円ぐらいに安いのを自分で塗ってつけてます。自分で塗装しちゃった。そうです、これ全部自分、タンクも塗装自分で、でフェンダーもリアも。あ、全部。へえー。これ以外は全部塗ってます。へえー。いや、それでもめちゃめちゃ綺麗に塗られてるよね。ありがとうございます。すごいな。これ、これもアクティブの、言うたら、エンジンガードっていう。そうですね、これは今変えるタイプ。こっちは、あの、廃盤のモデルなんですけど。こっち側が廃盤で、こっち側が現行で。今売ってるんで、買います。何が違うんですか？あ、このステッカーですね、主に、ここの。あ、ステッカーが違うだけ。そうですね、もう物はほぼ多分一緒やと思います。おー。あ、あとなんかちょっとした曲線が違うんかな？変わってるんですかね。なんかこの、ここの曲線があるのと、ないのとっていう感じの。で、ビートのカバーつけて。そうですね、定番の。これマフラーはどこのなんですか？マフラーはこれ、4と2はあの無名のマフラーで、1がスネーク缶をドッキング、これドッキングマフラーなんです。ドッキングマフラー、ここの溶接で一応作ってもらってるんですけど。あ、な、後ろはスネーク缶。そうです、当時パステルで出してた。へえ。って、なんと言ってもね、これ刺すな、な、これ何何ミリこれ。265ですね。ゼファーの純正値より10センチぐらい下がってます。10センチもう見た目がちょっともうおかしいもんね。すごい。もうこれちょっとナンバーが映されるのがあれなんですけどもうめちゃめちゃね、こう、もう分かる、これもう全然映してもらってもいいですけどね。めちゃめちゃこう低いもう後ろから見たらこれゼファーに見えへんもんな。すごいな。で、ビートのこれブラックテール。そうですね、大半もこの方で。で、タンデムバーつけて。はい、これプリティの。プリティの。すごいな、これ低すぎるわ。へー。で、これオイルクーラーはどこなんですか？オイルクーラーは、プロトっていうメーカーの13段。あ、13段。はい、ある。へー。まあ結構冷えますよ、これ。このスタイル的に目指してるものっていうのは。いや、もうシンプルにと思ってたんですけど、まあ、はい、結局はもうなんか車庫端なんか下げれば下げるほどもう歯止めきかんくなってこんな感じになってます。まああるあるですよ ね、 やっぱ、やっぱ低い方がなんかかっこよく見えますもんね。確かに。すごいな。どんどん行ってもうたって。どんどん行ってもうた。どんどん行き過ぎですけどね。どんどん。これがチーム名の。あ、そうですね、こっち側。すごいな。これ何ですか？どうですか？このメーターは。あ、これはイオン系ですね。あ、イオン系。はい、へー、すごいな。で、なおかつこれも付けられてるんですね。あ、これ、まあこれは携帯ホルダーですね。へー。いや、携帯ホルダーじゃなくて、この。あ、そうです。これ、ね、あれですね。トップブリッジ。そうです。これは、サスをあの縮めて、肩と変えれるようにテクニカルアジャスターっていう。はい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 。あ、やっぱ下げてるんで、はい、足固めとかんともバンプしても行ってもうて。はいはいはい。黒とシルバーで超まとまった。あ、ありがとうございます。しかも低すぎる。もうこれ以上は下げへんよね。そうですね、フロントをちょっともう1ミリずつとか2ミリずつで。あ、まだもうちょっとその調整の方をしていこうかなっていう。そうですね、今でもでもほぼ限界値かな。あと下げれて5ミリぐらい。5ミリぐらい。すごいな。でもかっこいいよね。ありがとうございます。いや、なかなかゼファーでね、ここまで下げてらっしゃる方はいらっしゃらないと思うんで。いや、ええもん取らせてもらいましたね。ありがとうございました。その今チームでそのこのゼファーやってらっしゃるじゃないですか、はい、何台ぐらいいらっしゃるんですか？いや、もともと4、5台やったんですけど、まあ、今は、はい、まあ、その身内だけでやってるんで、もう、はい、まあ、昔は懐かしい10年以上付き合いしてるんですよ。はい、10年以上。10年前ぐらいの、はい、で、まあ、言ったらリターンっていうか持ってたんですけど、はい、もうやめてて、はい、久々にこう戻って、まあ、立ち上げたというか、もう場でやろうっていう、はいはいはい、そういうコンセプト、仲間へで。そうですね。へー。チームっていうより集まり、まあまあ言うたら身内だけのわちゃわちゃした。で、5、6台。そうですね、今はでもちょっと減っちゃって、はい、やめちゃった方が、はい、家庭の事情で、はいはいはい、まあ今主に走ってるのは僕ら2台で。そうなんです。でもかっこいいよね、こうやって。まあもともとね、そのりょうくんって言って、こっち側のね、パールホワイトの方の付き合いで、まあずっとね、もう 2、3 年ちょっと付き合いしてるんですけども、またね、新しくね、ちょっとね、追いかけたい車両1台できたんで。あ、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。お願いします。ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。
オケもゼファゼファゼファってゼファ3代目そのゼファの魅力って何すか。やっぱりもう何すかね、まあ、このもう単車ネイキッドとしての形じゃないですか。形魅力っていうか、そうやね、やっぱ僕もゼファ好きで乗ってたんですけど、やっぱこのテールのやっぱこのなんていうんだろうな、この独特な FX でもないしっていうような感じのこの柔らかい感じと、そう、ね、やっぱ川崎独特のこのタンクの、はいはい、ね、このラインが好きで、ね、いやすごいな、いやかっこいいな、まあ、今後もちょっとね期待する車両の一台ですね。お前、顔出しはあかんかったね。そうですね、まあまあ大丈夫。いやいやまたまあ機会があればありがとう、ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。